どうもケイスケです。皆さんブラックフライデー買ってますでしょうか。Amazon のねブラックフライデー始まってるんですけども、実は Amazon 以外にも結構ねお得なものというか、あこれ結構熱いかもって思うものが多いです。僕も一つ前の動画で Amazon の先行セールの動画を出したんですけども、ちょうど昨日一昨日ぐらいから Amazon ブラックフライデーの本番も始まりまして、今回はもうカメラ関連、カメラとか動画写真関連に絞って、Amazon のブラックフライデーセールも、あと Amazon 以外のブラックフライデーセールも今回ご紹介していこうと思いますので、ぜひ参考にしていただき、本当にねこのセール1年に1回しかないので買い逃しのないよう買っていきましょう。ということで早速いってみましょう。はい、ちょっと早速撮影して編集してたんですけども、入れ忘れたものがありまして、これ先に紹介しちゃいます。入れ忘れたのが僕のねオリジナルアイテム、ドリップとね一緒に作ったオリジナルアイテムもセールになっております。まずね一緒に開発したやつではないんですけども、チップっていうねこういう、まあ、小銭入れなんですよね本来は、こちら、はい、こういうの僕ね3種類ぐらい持っていて、これ SD カード入れに使っています。かなり便利ですね。僕色で分けて、あの SD カードとマイクロ SD とっていう感じでね分けたりしています。でさらにですねこちら、フレックストップっていうねカメラからストラップを着脱できる、これ僕が作ったオリジナルアイテムなんですけども、こちらのアイテムもセールになってます。これ本当に簡単に着脱できるんでぜひ買ってほしいなって感じで 30% オフになってますね。で、最後はい、こちらフロアパックフレックスですね。まあ、僕がドリップと共同で開発したフロアパックフレックスっていう、まあ、カメラバッグなんですけども、こちらも、まあ、セール対象というか 10% オフクーポンっていうのがついています。これ押しておくと 10% オフで買えるので、まあ、結構でかいですよね。まあ、小さくはない買い物だと思いますので、ぜひチェックしてみてくれると嬉しいなと思います。こういうね実はオリジナルアイテム Amazon で買えるようになっているので、今まで見逃してたよという方がいらっしゃればぜひね買ってみてください。ということで動画の続きどうぞ。はい、ということで早速 Amazon ブラックフライデーの話をしていきたいんですけども、このブラックフライデー基本的にはガジェットとか物系のセールが多いんですけども、それだけじゃなくてプラグインだったりとかソフトのセールっていうのも多いです。まずは Amazon 以外の部分からちょっと僕のおすすめ、僕の推しを紹介していきたいんですけども、1つ目ちょっと僕のね、自分のオリジナルのプリセット&ラットもセールになっております。はい、こちらですね、ジャーニープリセット&ラットっていうね、僕が旅行に行った時のその旅行のインスピレーションを元に色味を作った、動画用だとラットで、写真用だと、まあ、ライトルームプリセットですね。この2種類を販売しています。でこのフルセットパックブラックフライデー限定で12月1日まで、全部のフルセットパックを販売しています。最近ねあのメルボルンプリセットっていうのを販売したんですけども、それは入ってないんですが、他のね、瀬戸内レモンとコリアソウルとあとシンガポールのプリセットは全部入っているので、ぜひこれでね、いろんな色味試していただければと思います。ここにねサンプルも全部入っています。でプリセット関連で言うともう一つ、安井さん、僕がね結構見てるあのフォトグラファーの安井さんって方のね、写真集とプリセットもセールになっていました。なんでねこれもちょっと買っちゃおうかなと思います。で続いてプラグイン、モーション VFX。 僕もこうもう動画作るときにトランジションだったりとか、テロップだったりとか全部ほぼ全部このねモーション VFX を使っています。でこのねモーション VFX がなんとブラックフライデーセールをしているということで、ホームに行っていただくと、実はねここに書いてあるんですけども、30ブラックというクーポンコードを入れるとそれで 30% オフになるという形になっております。でちなみにこのモーション VFX、 僕のねこのベストプラグインっていうのをまとめてもらって専用のページを作ってくれております。これでまあ僕の普段使っているね、プラグインっていうのがまあここに書いてあるんですけども、こういうものもですねセールになっています。まあ普段だったらこのね、5つで 30% オフだったりするんですけども、今回のブラックフライデーと、まあ、全部ね 30% オフになるので、この機会に買ってみてもらえればなと思います。もうちょい魅力的に動画をねサクッと編集したいよって人はこのねモーション VFX 使ってみてください。で素材のサイトで言うとこのねエンバトエレメンツもめっちゃおすすめです。結構僕はこのねエンバトエレメンツでいろいろ使っていて、まあ、ビデオのテンプレート自体はさっきのねモーション VFX には劣るんですけども、そういうビデオのテンプレートだったり、あとはフォントとか、そういうのもあります。フォント検索するとこうやってフォントがいろいろ出てきたりとか、あとはなんか素材ちょっと探すときにカメラとか言ってフォントじゃなく、まあ、こういう風な感じでいろいろねイメージの動画っていうのが出てきます。
このねイメージの動画っていうのを使って、まあ、ちょっとね動画に絵代わりを持たせるっていうのも最近ねチャレンジしてることで、僕は結構エンバトエレメントを使ってますね。でこれが初年度の年間プランなんですけども 50% オフということで、まあかなり安いですよね。結構僕はね毎年使ってるんで、これ自分が初めてやるんだったら結構買いかなと思います。あのストックビデオだけじゃなくて、例えばビデオのテンプレとか音楽とか、まあ、全部ねこれでゲットできるんで、まあ、この機に登録してみるっていうのもかなりありかなと思います。続いてもう一つプラグイン、ニートビデオ。こちらもねブラックフライデーセールになっております。ニートビデオっていうのは、まあ、動画編集の人が使うノイズ除去プラグインなんですよね。このノイズ除去プラグインがなんとセールになってると。これめちゃめちゃ定番のやつなんで、結構がっつりノイズが入ってもめっちゃ消えるんですけども、これがですね僕が普段使ってるのがリゾルブなので84ドル、普段ね99ドルぐらいのが84ドルとかになっています。まあ本当にノイズの除去困ってるよという方はこちらのニートビデオを使ってみてください。ちょっと重いんだけどかなり優秀です。でノイズの除去といえば、映像だけではなく音声のノイズもですね、RX アイゾトープの RX エレメントというやつもかなり安くなっています。もともとね99ドルだったのが、39ドルとかなり安くなってますと。プラグインはねやっぱこういうセールの時期に買った方がいいと思っていて、 RX もめっちゃおすすめです。このね RX シリーズ、アイゾトープの RX シリーズってもう本当にプロも使うソフトウェアなんですけども、この RX っていうのが、まあ、RX エレメント、スタンダード、アドバンストという形であって、まあ最初除去するだけならエレメントでいいかなと思います。もちろんねあのいろいろいじりたいんであればスタンダード以降がおすすめなんですけども、他の、ね、値段見ると RX のスタンダードとか199ドルするのよ。高い。で一応ねあのプラグインブティックっていうね有名な代理店でも見たんですけども、まあ同じぐらいの値段ですね。スタンダードも 3万2000円ぐらいっていう感じですと。まあ、これ以外にも結構ねプラグインオフになってるものがあるので、こういう RX とか入れておくと、動画編集のソフトダヴィンチとか、ファイナルカットプレミアプロにももちろん入れられるので、まあ、かなり僕はね重宝しています。おすすめです。まあ、ここまでがプラグインテンプレートの話なんで、こっから Amazon のセール品もサクサクっと見ていきましょう。ケイスケの動画、はい、ということでおすすめアイテム紹介していきます。まず一つ目、マウス。もう僕も使ってるこのマウス、ロジクールの MX エルゴがセールになっています。これねトラックボール型のマウスで、いろんなねこうなんだろう、こういう場所、こういうキーのところにいろんなショートカットを埋め込めます。しかもソフトごとに。でもちろんねトラックボール型なので人によって合う合わないとかあるんですけども、もうまずはね1週間ぐらい使ってみてほしい。実際ね僕このマウス使い始めてから2倍ぐらいあの動画編集の速度速くなってるんで、マジでおすすめです。続いて編集者にも欠かせない Adobe のクリエイティブクラウド、こちらのコンプリートプランも 35% オフという形になっています。まあ、年間だとね7万2000円ぐらいしちゃうので、まあ、これ結構必須。例えば Lightroom とか Photoshop とか、僕だったらプレミアプロと、あと何使ってる、 After Effects か、とか使ってるんですけども、そういう人はこういうね年間で4万6000円ぐらいで買っちゃって、毎回絶対セールがあるので、そのセールの時にリニューアルするという形で使った方がいいかなと思います。続いてレンズなんですけども、こちらシグマの 28-70mmF2.8 のレンズ。これねあのブラックフライデーセールっていう風に出してないんですけども、これね 5% オフ出てます。あ 5% オフじゃない、あの5000オフですね。5000オフ結構でかくない？5000オフしたら8万5000ぐらいになるんですよ。このねレンズめちゃくちゃおすすめで、 28-70mm までいけて F2.8 でめちゃめちゃ軽い 470g。 これねもし持ってないって方がいたらぜひこの機に買ってみてください。5000オフでかい。でもう一つシグマのレンズで APS-C用のレンズ、シグマ 16mmF1.4 も安くなってます。安くなってるというか3000オフのクーポンがついています。これ適用させると本当ね3000オフになって4万1000ぐらいで新品が買えるので、これもねかなりおすすめです。僕もね前 α6400 っていうカメラにつけて使ってました。続いてフィルター関連、西の ND フィルター安くなっています。西のトゥルーカラーバリオの ND フィルター、僕も使ってるやつが安くなっていて、これも 10% オフぐらいですね、安くなっています。西系はさらに他も安くなっていて、僕の使ってるトゥルーカラー CPL っていうフィルターも安くなってるし、こちらの、ブラックミストも安くなっています。まあブラックミストは4分の1、8分の1、2分の1とあるんですけども、まあほわっとした感じ印象を得たいんであれば、まあ、4分の1あたりがおすすめかな。僕はね結構弱くかけたいので8分の1あたりもおすすめかなと思います。まあ、4分の1が一番オーソドックス、スタンダードって感じですね。で続いて保護フィルター、白馬の XC Pro っていう保護フィルターも 20% オフになっています。僕の使ってる 77mm、 はい、5070円ですね。はい、まあ、保護フィルターっていろいろあるんですけども、レンズ保護フィルターって本当ねあのクオリティいっぱいあって、でこれはねそこそこ本当にね、まあ、最上ではないんですけどもかなりいい方で、それでいて結構値段が安いので、僕はまあ一旦これ使うっていうのもありかなと思います。
続いてライトですね。ライト、GU の 5A M40 っていうね、こういう卓上ライトみたいなのが安くなっています。結構旅行行くときにこういうライトが1個あるとかなり便利なので、僕はねこれ1個買っちゃってもいいかなと思ってますね。結構欲しいなと思ってます。まあやっぱね、外に行くときにちょっとしたライトがあると全然違うんだよな。結構ねオーストラリアとか街灯がなかったりするので、変なところ行くとね、こういうライト欲しいなと思っています。でもう一つこちらね、 GU のモーラス X100 っていうね、撮影用ライトも安くなっています。実はね僕が今使ってるこのライトはこのねモーラス X100 っていうのを使っていて、本当にコンパクト、 100W も出るのにこんなコンパクトで、ええんかってぐらいコンパクトなんですよね。でめちゃめちゃ軽い、しかも USB Type-C で給電ができるんで、まあ基本的には付属のね、まあ基本的には付属のケーブルを使った方がいいと思うんですけども、一応ねそのアンカーとか他のところのこう USB-C ケーブルでも、つけることができますだよねのはずまああとはあの外部バッテリーもついてるんで、それ使うとまあ外でもね、ポータブルで使えるという感じなので結構おすすめです。これ僕もコンボを持っていて、コンボが普段は5万4000円ぐらいだったのが4万3000円になってますので、まあライト持ってないよって方はぜひね、買ってみてほしいなと思います。かなりね薄型で便利です。続いてイヤホン、ワイヤレスイヤホンはね、まあ趣味で僕は使ってるんですけども、有線のイヤホンは動画編集で使っています。ファイナルの E500 っていうイヤホンが安くなっていて、1680円で買えます。普段ね僕が動画編集で使ってるのはファイナルの E2000 っていうイヤホンなんですけども、サブでねこの E500 も持っていて、本当に音が素直なんですよね。音はの本当に何だろう、癖がない音っていう感じなので、なんか動画編集で無駄にいいイヤホン使っちゃうと逆にね視聴者の環境をね再現できないので、僕はこういうイヤホンを使うのがいいかなと思っています。続いてベルボンのドリーポット、これもねめちゃめちゃ便利なんですよね。これドリーっていう下のね、あの、まあ、車輪みたいなのがついていて、一脚みたいな感じなんですけども、自由にこう動かせるというものになってます。 YouTuber さんとかには必須のアイテムですね。え、これさ待って、前ね確か2万6000円ぐらいだったのが1万9000円ぐらいになってます。これかなりありですね。これ日本に帰ったら買おう。続いてライトスタンド、ニーワのライトスタンドがセールになっています。 25% オフですね。まあこれもね、まあ、これもがっつりしたライトスタンドっていうとセンチュリーっていうねライトスタンドがあるんですけども、まあ基本的にさっきのね、まあ、僕今使ってるそのねGUのライトとかはこのねニーワの、ライトスタンドを使って立てています。で続いてウランジのファルカムクイックシューベース、これもね安くなっています。僕はね全部のカメラにの下にあのウランジのベースプレートつけて、全部の三脚にこのね、ベースプレートつけてます。まあ、本当すぐに着脱できるのでかなり便利ですね。で続いてチャージャー関連、アンカーの 120W のものがセールになっています。こちらも 23% オフ。僕が持ってるのはライチューモデルっていうね、オレンジのモデルなんですけども、まあ、中身は同じで、アンカーのベースのものが1万円切ってます。普段は1万円切らないので今は1万円切ってるという感じなんで、まあ、これ 120W 出るんで、例えばパソコン充電しながらカメラ充電するっていうこともこれでねできるんでかなりおすすめです。でそれと同時にやっぱケーブルもおすすめで、アンカーのパワーライン3フローっていうね、ケーブル、これもめっちゃおすすめです。僕はねケーブル全部これに揃えています。ほらちょっとぐちゃっとなってますけど、こういう感じです。ケーブルがね全然絡まないのと、柔らかい素材なんで全然断線しないです。これ多分2年ぐらい使ってるんじゃないかなと思うんですけども、全然1回も断線してないので本当おすすめです。これでちっちゃい AC アダプターがいいよって方はこのねアンカーのナノ2 65W っていうのを用意してみてください。 65W であれば、まあ、パソコンもね MacBook Air ないし MacBook Pro の一番最上位のモデルじゃなければ、これで全然充電ができるんで、ほぼこれで足りるかなっていう感じです。で次 CIO のモバイルバッテリー、モバイルバッテリーは僕 CIO が好きで、最近は充電器はアンカーのものを使っています。充電器ってあれですね、AC アダプターですね。で、モバイルバッテリーのこの CIO のやつは新しいやつのはず。これね USB-C のポートが2つついてるんですよ。なんで、2個出力ができるんですけども、プラスして 30W の出力っていうのができるんで MacBook Air とかも充電ができます。これめちゃくちゃいいのでかなりおすすめですね。まあ、僕は1個前の世代のを持っています。で続いてメモリー関連、 SSD、 サンディスクの SSD がセールになってます。これも定番ですね、 14% オフ。僕もね、もう7個ぐらい持ってます。そして SD カード、プログレードの SD カードが安くなっています。このゴールドのタイプとコバルトのタイプ、どっちも安くなってますね。まあ、やっぱプログレードの SD カードが僕は一番使いやすくて、常にね使ってるんですけども、まあ、ゴールドのタイプはカメラからの書き込みは普通なんですけども、パソコンへの読み出しは、めちゃくちゃ早いというものになっていて、コバルトはどっちも早いというモデルになっています。で普通に写真やるって方はこのねゴールドで十分です。で連写をめっちゃするとか動画編集めっちゃするよって方はこのねプログレードのコバルトの方がおすすめです。速度も速いし、あとは動画だとこれじゃないとね撮れないなんか設定の動画みたいなのも
あるので、そういった意味でプログレードのコバルトもかなりおすすめです。でそういう SD カードを早いままちゃんと使うためには SD カードリーダーも必要ってことで、このね SD カードリーダー、これはマイクロ SD と普通のノーマルの SD が入るタイプですけども、これも安くなっています。これも 11% オフで、SD カード2枚入るタイプのプログレードの SD カードリーダーも、11% オフという形になっております。そしてジンバルですね。ジーユンのクレーン M3S っていうジンバルが安くなっています。15% オフ。これですね、まあ小型のカメラとかに使う用のジンバルなんですけども、結構やっぱコンパクトなの大事じゃないですか。僕もね、これね、もう一回日本に置いてきちゃったんですけども、使いたいですね、今。そしてもう少し大きいタイプ、大きいカメラだったりとか、あとは安定性を求める方はこっちのね、ジーユンのウィービル 3S っていうジンバルも安くなっています。 15% オフ。これもねちょっと日本に置いてきちゃいました僕は。まあジンバルっていうと今はね、DJI とジーユン2つあって、まあどっちも安定性はほぼ変わんないですね。どっちもかなりいい感じです。まあこのねジーユンのウィービル 3S はかなりね、大きいジンバルの中でもコンパクトな方にねまとまっているので、結構まあ大きいジンバル欲しいけどコンパクトにしたいっていう人はこのねジンバルおすすめです。で続いて DJI のドローン、ミニ3 Pro っていうのも安くなっています。ミニ4 Pro っていうのがこの前出て1個前のね世代のモデルになってるんですけども、正直これでも結構十分ぐらい画質はいいです。まあ、実際ちょっとした旅行に行った時にこういうドローンがあると、まあ、こんな感じでね、動画撮ったりして遊んだりとかいう風なことはできるんで、ね、こう遊びのドローンで使うのにあんまりお金かけたくないじゃないですかっていう時に、こういうねセールで買っちゃうっていうのが結構賢いかなと思っていて、まあ、正直センサーとしてはミニ4 Pro とミニ3 Proどっちもね変わらないので、もちろん進化してはいるんですけども、まずファーストステップとして始めるんであればもう十分ぐらい画質とあと性能は兼ね備えてると思うので結構おすすめです。このねミニ3 Pro からこうなんだろう、コントローラーにディスプレイがついたんで、スマホをねわざわざ接続する必要がないっていうのも結構便利です。で続いて GoPro の Hero12、 こちらね最新のモデルなんですけどもちょっと安くなっています。まあ GoPro っていうと定番のアクションカメラで、この前ね全部比較したんですけども、まあ本当に劣る部分もあれば優れてる部分もあるっていう感じで、 GoPro は8対7っていうほぼ正方形みたいなね感じで撮れるんで、結構そこは便利に思ってますね。どうしてもね他のアクションカメラだと16対9っていう横長のフォーマットだったりするので、こうなんだろう、被写体がこう外れちゃったりするのを後で編集で戻せるっていうのは結構便利なので、まあそういう風に使いたいよって方はこのね GoPro おすすめかなと思います。あと防湿庫、これね日本で僕が使ってるリクリーンっていう防湿庫なんですけども、こちらも 15% オフになってます。防湿庫ってまあ要はカメラの保管庫みたいな感じなんですけども、これすごいアナログなメーターがついてるのと、デブランディングされてる、要はどこにもねロゴが入ってないので、そういうところが好きです。まあ厳密に言えばこのね、なんだろう、メーターのところに入ってるんですけども、外にねがっつり見える形でロゴが入ってないので、なんかおしゃれ感も損なわないっていうのが僕はかなり気に入って使っています。そしてあとマイク2つですね。ワイヤレスピンマイク、ホーリーランドのラークマックスっていうワイヤレスマイクがセールになっています。僕もピンマイク使うときはこれをね使っています。で最近はロードのワイヤレスプロっていう 32bit フロートっていうね、もう一個上位のなんだろう、まあ動画でいうローみたいなフォーマットで撮れるものも出てるんですけども、まあそこまでやんないよって人の方が多いと思うし、その 32bit フロートを使うときに絶対ね一回このピンマイクに録音したのを後で出さなきゃいけない、もう一個工数が増えるんで、結局ピンマイクとして使うっていう風になると、この辺のね、ワイヤレスピンマイクノイズキャンセリングもついてるんで、こっちの方が、まあ、使い勝手はいいかなと思います。ホーリーランドのラークマックスぜひ使ってみてください。はい、最後 YouTube とかポッドキャストやるよっていう方はこのね Shure の MV7 おすすめです。まあ、本当にポッドキャストとかでね定番のマイクになるので、これつなげとけばもう間違いなく音質はいいという形なので、ぜひ使ってみてください。ケイスケの動画、はい、ということでたくさん紹介してきました。いかがでしょうか。ブラックフライデーセール年に1回しかないです。 Amazon のセールとしては一応ね6月か7月くらいにプライムデーセールがあって、ブラックフライデーセールが今回みたいな感じで11月にあるって感じで年に2回あるんですけども、そのね Amazon 以外の部分がセールになるのって意外とこのねブラックフライデーぐらいしかなかったりするのかな。まあ、他にもちょいちょいあるかもしれないんですけども、大きいのはこのブラックフライデーになるので、ぜひこれを機に Amazon の方も Amazon じゃない方も見ていただけると嬉しいなと思います。ということで買い逃しがないよう概要欄にねリンクは貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。ということで今回の動画この辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。